n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4 n o r l i n e 愛の性パフォーマンスを見逃すな n o r l i n e 愛のカリスマ的なライブ n h k m u s i c エキスポ2 0 2 4での熱狂ステージ8月の終わりに差し掛かると音楽ファンたちの心は熱くなる今年も n h k m u s i c エキスポが開催され世界中から注目されているアーティストたちが集結する 去年の第1回で大成功を収めたこのイベントは、今年さらに規模を拡大し、NHK101 スタジオから NHK ホールへと会場を移し、2日間にわたるライブを繰り広げる。この特別なイベントには、日本、韓国、中国、タイからのアーティストが出演し、彼らのパフォーマンスに期待が高まる。特に今年デビューしたばかりのナンバーアンダーラインアイは、 アメリカのコーチェラフェスティバルへの出演で一躍注目を集めその独自のスタイルとエネルギーでファンを魅了しているナンバーアンダーラインアイの名前が音楽業界で広く知られるようになったのは今年の初めアメリカの有名なコーチェラフェスティバルに出演したことがきっかけでした彼らのパフォーマンスはエネルギッシュで創造的なものであり観客を圧倒する力を持っていましたその瞬間 多くの音楽ファンが彼らの存在に気づき SNS ではそのパフォーマンスの映像や感想が瞬く間に広がりました No. アンダーライン・アイはその独自の音楽スタイルとビジュアルで一躍話題の的となりましたそんな彼らが n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4に出演するというニュースはファンにとって大きな喜びとなりました特に日本でのファンベースは急速に拡大しており 彼ららのパフォーマンスを生でで見られる機会は貴重です n h k ミュージックエキスポでは No. アンダーライン・アイがどのようなパフォーマンスを披露するのか多くの期待が寄せられています No. アンダーライン・アイは音楽のジャンルを超えた多様なスタイルを持つグループです彼らの音楽にはエレクトロニカポップロックそしてヒップホップの要素が絶妙に融合しており聴く人に新鮮な驚きを与えます 特にライブパフォーマンスにおいては、そのエネルギーとクリエイティビティが最大限に発揮され、観客を魅了します。コーチェラでのパフォーマンスも、その斬新な演出とダイナミックなパフォーマンスで高い評価を受けました。彼らの楽曲には、深いメッセージが込められており、リスナーに考えさせられる内容が多いです。例えば、環境問題や社会的不平等、人間関係の複雑さなど、 現代社会が直面する様々な課題に対して鋭い視点を持っています彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなく聴く人に深い感動と気づきを与えるものです NHK ミュージックエキスポでのパフォーマンスもそうした彼らの特徴が存分に発揮されるでしょう特に日本のファンに向けたメッセージや日本文化との融合を意識した演出が期待されます彼らのパフォーマンスは 視覚的にも聴覚的にも非常に豊かなものであり、一度見たら忘れられないインパクトを残します。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ個性も、グループの魅力を一層引き立てています。ボーカルのリーダーは、その力強い歌声とカリスマ性でグループを引っ張っており、ダンサーはその卓越した技術と表現力で観客を魅了します。また、作曲や編曲を担当するメンバーは、 音楽的な才能にあふれており、グループの音楽性を高めています。彼らのパフォーマンスは、まさにチームワークの結晶であり、それぞれの個性が調和して素晴らしいステージを作り上げます。No. Underline I のパフォーマンスを生で見る機会は、ファンにとって特別な体験となるでしょう。彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは、観客を引き込み、一体感を生み出します。その瞬間、 観客は音楽の力に魅了され、日常の喧騒を忘れてしまうでしょう。NHK ミュージックエキスポでのパフォーマンスも、そんな魔法のような瞬間を提供してくれることが期待されます。また、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、単なる音楽イベントにとどまらず、彼らが伝えたいメッセージやビジョンを共有する場でもあります。彼らの音楽には、聴く人を勇気づけ、希望を与える力があり、 そのメッセージは多くの人々の心に響くでしょう n h k ミュージックエキスポでのパフォーマンスを通じて彼らの音楽がさらに多くの人々に届き共感と感動を生むことが期待されます n o ーアンダーラインアイの出演が決定したことで n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4はさらに注目度が高まり多くの音楽ファンがその瞬間を楽しみにしています彼らのパフォーマンスが どのように観客の心を揺さぶり、感動を与えるのか、その瞬間を見逃すことはできません。彼らの音楽は、現代の音楽シーンに新たな風を吹き込み、今後の活躍にも大いに期待が寄せられています。n h k ミュージックエキスポ2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいても重要な節目となるでしょう。このイベントを通じて、 彼らの音楽がさらに多くの人々に広まり、国際的なアーティストとしての地位を確立することが期待されます。ファンにとっても、彼らの成長と進化を目の当たりにする貴重な機会となるでしょう。ナンバーアンダーラインア i の音楽は、これからも多くの人々に感動と勇気を与え続けることでしょう。彼らのパフォーマンスを楽しみにしながら、 n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4がもたらす素晴らしい音楽体験を心待ちにしていますそしてこのイベントを通じて彼らの音楽がさらに多くの人々の心に届き新たなファンを獲得することを願っています音楽の力を信じ彼らの未来に期待を寄せながら n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4の成功を祈ります n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4の初日には ウェーブ XG、ナンバーアンダーラインアイ、リーズ、l e セラフィムといったアーティストたちがステージを彩る。それぞれのアーティストが持つ個性と音楽性が融合し、観客に忘れられない一夜を提供するだろう。2日目には、イリット、新しい学校のリーダーズ、エンハイプン、トゥモローエックストゥギャザー、ブライト、ミー、アイが登場する。特にトゥモローエックストゥギャザーは、 アメリカのビルボード200チャートで1位を獲得したことで知られ、その実力と人気は計り知れない。このイベントは、音楽を通じて異なる文化や国境を超えた交流の場でもあり、各国のアーティストが一堂に会することによって、新たなコラボレーションや友情が生まれることが期待されている。司会を務めるのは、南海キャンディーズの山里良太。彼のユーモアと基地に富んだ司会ぶりは、 イベントの進行をスムーズかつ楽しいものにするだろう。NHK ホールでの収録は8月10日と11日の2日間にわたって行われ、22日の午後10時から NHK 総合で放送される予定だ。また、NHK プラスでの同時配信や1週間の見逃し配信も行われるため、現地での観覧が難しいファンでも楽しむことができる。昨年の放送では グローバルアーティストの豪華な共演が大きな反響を呼び視聴者の心をつかんだ今年のラインナップもそれに負けず劣らず豪華であり期待が高まる特にナンバーアンダーラインアイの出演に関しては多くのファンが待ち望んでいる彼らの音楽は既存の枠にとらわれない新しいスタイルで若者を中心に支持を集めているそのエネルギッシュなパフォーマンスは 一度見たら忘れられないほどのインパクトを持っている。今回の n h k ミュージックエキスポでは、ただのライブパフォーマンスにとどまらず、特別企画も盛りだくさんだ。各国のアーティストが交流するスペシャル企画は、ここでしか見ることのできない貴重な瞬間を提供するだろう。例えば、異なる国のアーティスト同士が即興でセッションを行う場面や、互いの文化を紹介し合うトークセッションなど、 ファンにとっては見逃せない内容が詰まっている。音楽は国境を越える。NHK ミュージックエキスポはその証明とも言えるイベントだ。昨年の第1回放送後、SNS では、夢のような時間だった異なる国のアーティストが一堂に会する姿に感動したといったコメントが溢れ、多くの視聴者がその魅力に取りつかれた。今年もまた、視聴者の心を揺さぶる素晴らしいパフォーマンスが期待されている。